皆様は洞窟に入られたことはございますかは鍾乳洞のようなものは入ったことがあるんですがもちろん観光目的でたくさんのツアー客と共に入っただけなんで冒険とは言えませんけれども中には自分自身の体一つでその冒険の旅に出て帰らぬ人となってしまった人がいく人もいます。 アメリカの、まあ、YouTube に動画をアップロードされていて今も見れるんですが、ケニー・ビーチさん、当時47歳、2014年になんとあの有名なエリア 51UFO や宇宙人がいるかもしれないと言われる空軍基地ですね、アメリカの。ネバダ州のそのエリア51の近くで洞窟を見つけたっていう動画を出したんですね。で、それは入り口が M の字の 英語の M の字の形に似ていて、入り口の高さは自分の身長くらいだ、みたいな話をされてるんですけれども、彼は2014年にその洞窟を見つけて、中に入ろうとしたんですね。冒険家ですから。ところがですね、中に入ろうとすると、ものすごい振動が体全体を包むそうです。ブルブルブルっと。自分の意志とは関係なく、体が震えるんですって。 何かの電流が駆け抜けるような感覚があり、それでも中に入ろうとしたところ、その振動がさらに激しくなったんですね。突然彼は怖くなって、一目散に逃げました。そこは本当にネバダ州の砂漠で、何にもないところで、歩く道さえないところなので、そこに行くまで何十時間何日もかけて、自分でテントを張りながら、 徐々に徐々に歩いていった場所らしいんですね。で、それを UFO 研究家たちの動画のコメントに書いたらしいんですね。自分はエリア51の近くで隠された洞窟を見つけたよって。だけど、その洞窟は不思議で自分が入っていこうとすると変な振動音に悩まされるみたいなことを書いたら、それを見ていた他の人たちがもう一度その洞窟に行ってほしい、動画をアップしてほしい。 次々にお願いしたんです。で、ケニービーチさんってとってもいい人で、ですから行ったんですね。探しに。ところが、探しに行ったところ見つかりませんでした。で、それを書くとみんなが、もう一度行って、もう一度行ってってお願いをして、なんと3回行ってるんです。2014年の間に。ところがですね、そのコメントの中に一人だけ、もう行かないでくださいと。その洞窟を再度見つけても、 中に入らないでください。帰ってこれなくなりますよって書いてる人がいたんです。でも彼はみんなの要求があったから行ったんですね。とっても性格のいい、とてもいい人らしいんですけれども。ところがですね、本当にそのコメント通りといいますか、帰ってこなかったんです。後に彼の彼女ですっていう人が投稿してるんですけど、 彼は長年実はうつ病を抱えていて、その洞窟を見つけたって言っていた1年前に仕事を辞めていて、で、冒険に没頭してたんだけれども、もしかしたら彼は自殺、自、自ら命を絶ったかもしれないって書いてるんですね。つまり、本当に動画にアップするならカメラをいつも持参するのに、その3回目の冒険にカメラは自分の自宅に置いたままだったそうです。で、 携帯電話から動画、最後の動画アップしてるんですね。で、一応彼がいなくなったっていうことで、ラスベガス警察などが動いて捜査が始まったんですけれども、彼がもしかしたらここで最初、最後の動画を録画していたっていう場所、それはですね、大きな炭鉱の穴が垂直に掘られた穴があって、その目の前で撮影してたんで、 見つけることができたんですね。彼が撮影していた場所を。ところがですね、その最後に動画を撮っていた場所に彼のスマホ、携帯電話が落ちていました。で、彼の足跡はそこからパタリと消えて、なくなってるんです。で、彼女曰く携帯には GPS 機能がついていて、万が一自分の居場所を知られないために、そこに自らの意思でスマホを置いて、それでふっていなくなって、そのまんま、 帰らぬ人になっってしまったんででではないかっていうんですねでたくさんのアメリカ人のユーチューバーたちが彼の M 洞窟、まあ、M ケイブって呼ばれてるんですが M 字型の洞窟を探す旅に出るんですよねだから行く人は本当に気をつけて必ず家族やパートナーに「自分は何日にこの洞窟に行くから」とか「ですねだいたいこの場所にいるから」っていうのを必ず伝えておいてくださいとかですね。で1日でで日は行ける場所じゃないんで 1>, 1週間分ぐらいの本当に飲み物や食べ物を持ってった方がいいですよとかいろいろアドバイスしてるんですね。実はそのケニービーチさんと彼女は一緒になって冒険していた時期もあったので本当に過酷な旅っていうのが言ってましたね。あの気温が50度ぐらいにまで上がるモハベ砂漠みたいなところなんで非常に暑くなって水もない砂漠なんですごく大変なんですね。で すごい、なんていうんですかね、優しい人だったんですけれども、みんなのまあリクエストに答えて3回も行ってしまった挙句に、で、これはですね、UFO 研究家の中では MK 部を見つけて、その中に入ってしまって、エリア51につながる洞窟だったんではないかとかですね、宇宙人に連れ去られたんではないかっていう噂まである事件です。 この画像がケニー・ビーチさんご本人の動画から拝借した画像なんですけれども、彼が立ってるすぐそばにあるのが炭鉱の跡です。垂直に穴が深く掘られてるっていうのを彼が説明しています。そしてこの47歳だったケニー・ビーチさんはこの動画を最後に姿を消すことになりました。この動画ですね、ケニー・ビーチ、英語でこう書きます。MK 部。 M 字型の洞窟っていうことで探していただくとすぐに出てくるので、まあぜひご覧いただければと思います。彼の話しぶりや素振りから本当にいい人だな、素直な純粋な人だろうなっていうのが伝わってきます。さらに彼を探すっていうことでそのあたりを一生懸命探す人もいるんですね。で、そしてようやく MK 部、M 字型洞窟を見つけたよっていう動画があってですね、この画像をご覧ください。 これ M 字に見えるだろって結構動画出してるんですよね。確かに入り口が M の形に見える。わざと赤ペンで上から塗ってますけれども M 字型に見えるっていう洞窟がエリア51のすぐ近くにあるということでこのようにいろんな動画が出ています。このように洞窟っていうのはいろんなところに無数にあるんですが日本も山が多い国なのでもうほとんど山っていうぐらいの国なので 気をつけて行った方がいいと思いますね。洞窟の中っていうのはもちろん整備されてませんので突然中で崩れてくることがあるんですよね、天井が。そうすると一級目になったり、まあ、非常にかわいそうに命を落とす人は後を絶ちません。洞窟の内部で入り組んだその狭い入り口があってそこを頑張ってくぐれば広い大広間に出れる っていうような錯覚を起こし、一生懸命狭い穴に入っていく時があって、実はそれは狭いまま終わってる場合も多くて、中から出てこれなくなってしまったっていう人もいるんですね。ですからやっぱり山に登って洞窟を探検するときなどは、ぜひ気をつけていただければと思います。これはアメリカで非常に論争を呼んだケニー・ビーチさんの事故。 もしかしたらもう帰らぬ人となっているかもしれないということでお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。